はい、皆様どうも、マフロです。それでは進撃の巨人やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はハンジさんでやっていこうと思います。一通りキャラを使っていこうと思います。戦ってこそ兵士だって言っても、あとハンジさんとエルヴィンさんぐらいなんですけどもね。特に新しいイベントはなさそうなので、もうとっとと戦闘に行っちゃいましょう。4はレベル1だし厳しそうだな。3まだ残ってるね。うん、2人分ちょうど残ってるわ。それではこっちから行ってみましょう。さあ行くよ。さあハンジさんの強さはいかに。使いやすければいいけどね。近くを助けに行こう。コニーさん、巨人を残らず仕留めるぞ。でっかいのに襲われてんな。痛かったかい？よく見えるよ。こんちは。あの円盤、助けなきゃ。痛かったかい？お、なかなか強いね。おっと、変なとこ落ちちゃった。ありがとうございます。よかったら今度巨人の捕獲に協力してよ。早く行かなきゃ。ちょっとここ通りにくいな。どこ行けばいいんだこれ。こっち行けない。どこだ、どっから行けばいいんだ。ここに、これ飛んでった方が早いな。やばい、早く駆けつけないと。変えとこう。悪いなコニー、次は俺がお前を助けるからよ。気にすんな。お、助けたの俺だぞ。ハンズさんだぞ。救援要請だと。こっちも余裕はねえが。リヴァイさんか、珍しい。あれ、ボンベ取れてないの。ええか、1個置いとくか。作戦を始めるぞ。護衛かな。あ、やべえ。よし、助けた。ありがとうございます。やっほー。なかなか使いやすいんじゃないだろうか、ハンジさん。このような動きだな。こっちへおいで。飛行士かもしれねえぞ。消費も少ないし、ボンベとかのね。ほら、切り落としちゃったよ。あ、
ありがとう。嬉しい。俺は天才だからね。なんでコニーが助けたことになってんだよ。まあいいけどさ。もらっていく。違う、喜んでる場合じゃない。よし、これであとは20匹倒すだけか。やっほー、こんちはー。ほら、切り落としちゃったの。やっほー、いくよ。やっほー、はい、あ、当たんなかった。14体目に、あ、また来やがった。こっちへおいで。やっほー、楽しそうだな。できれば捕まえたときに。こんだけ強ければ捕まえれそうなんだけどな。珍しく2体同時とか。ボーナスくれないんかい。なかなかないぞ、2体同時なんて。見てるなこっち。めくらまし。ほら、切り落としちゃったよ。よく見えるよ。頼んだよ。あ、っていうか、これなら勝てそうだ。ハンジさんってあれなんだ、命令出せるタイプなんだ。今気づいた。もらっていくよ。もう一回か、変えていこう。おーおーおー、なんか来た。あ、ちょっとボンベ取ってんだから待て。ちょっと、この野郎、ふざけんなハゲ。あいつか。巨人のみんなに会いに行こう。会いに行こう。なんだよありゃ。うわ、こいつ強そうだな。見たくないの？どうだい？次だね。よし、あれ違う、しまった、緊急のやつじゃなかったこいつ。しもた、これ緊急のやつじゃない。わあ、間違えた。緊急を倒そうと思ってたのに間違えたよ。またやらなきゃ。ここ失敗したよっと。追い打ち。
俺が憲兵団の上に立ったら団員の不正は許さない。税をちょろまかしたり市民の土地を奪ったりはさせん。すごいマルロ、あんたはそういうやつだもんね。とにかくな、死ねとは言わん。だが恥を知ってもらう。理性がないってことはところ構わず排便する動物と同じ。お前はマルロだったか。なかなかのご高説だな。な、ナイル師団長。すみません、このバカが名前聞いちゃって。マルロ、上を目指すのは結構だが、お前も俺の地位につけばわかる。師団長ですら自分の思うように動けるわけではない。上に与えられた仕事をこなすだけの存在だ。師団長、それでも自分ならやれると信じています。この世界の不正を正すことなら俺は何でもやる。クソ真面目なやつだ。だが俺も若い頃はそんな熱意を持っていた気がするがな。お前の目指す道は平坦じゃないぞ。その覚悟があるなら好きにしろ。はい、師団長。こういう空気苦手。これはオリジナルですね。原作にはない感じです。さてと、ちょっと大型のねアップデートも迫ってるので、ちょっとちまちま遊んでる場合ではないので、ちょっと一回ね、ああ違う次、エルビンさん行ってみようと思います。これセーブされてるよな。一気に2人使っちゃいましょう。エルビンさん作戦開始。ハンジさんはなかなか使いやすかったよね。エルビンさん正直どうなんでしょうね。戦闘の方はどっちかというと指揮するだけの感じなんですけども、戦闘はそこまで。壁の外はどんな世界なの。お、新しい依頼か。あ、違うか。よし、じゃあエルヴィンさんも行っちゃおう。違う違う、これじゃない。こっちか。はい、3行ってみましょう。さあ戦闘開始だ。エルヴィンさんちょっと凄んだ時顔が怖いよな。あれ、いきなり討伐対象出てきた。今回は気をつけなきゃ。緊急をおじゃんにしないように。近い方から行こう。このまま行く。総員戦闘を開始。エルヴィンさんの戦闘なんて、あ、やべ、原作では見れませんよ。強いな。でもありがとうございます。勇気があるのはいいが死に急ぐなよ。やるぞ。
強い強い強い。ありがとう、助かった。もう一匹いる。あ、こんな上にどこに登ってんだこの野郎。よし、これで副任務は終わった。よし、今度こそ間違いないように緊急と20匹倒すぜ。お、ボンベ落としてる。取っとこう、ここは馬がいないからね。このまま行くまで。刃も落としてる。やるぞ。問題ない。勝利のつまら、我々は戦う。すげえ、俺に真似できるか。やるぞ。なんだあいつは。なんかヤバそうな感じだぞ。さあ来い。最終討伐あんまりやりすぎるとまたクリアになっちゃうから気をつけなきゃ。指示もできる。エルミンさん強いな。エレンたちからあなたの話を聞きました。彼らはあなたの背を追い成長したんです。なんかおかしい。ああ、違うのか。あいつらのことを頼みます。君に興味。エルヴィンさんがエルヴィンさんに話しかけてんのかと思った。危ない危ない。指示通りに動け。指示通りに動け。了解。16対。下のはやっつけとくか。最終討伐やるぞ。さあ来い。やるぞ。指示通りに動け。了解。あ、この野郎生意気だ。まさかのカウンターを食らうとは。いつか狩るだろう。エレンたちの親の仇を見つけてぶっ殺してやるぜ。やるぞ。あいつがどんな強敵だろうと、もう俺は逃げねえ。今で何体だっけ。見えてなかった。あれ、この辺にいなかった。いたいた。
やるぞ。問題ない。よし、こいつが緊急だな。これが調査兵団の力だ。勝利、突撃開始。やるぞ。狙えない狙えない。相手がどんな強敵だろうと、もう俺は逃げねえ。待てよ、足。これ強いな。なかなか、なかなか足がもげない。まだか。ちょっと一回離れろ。ポンペが、おやばい、来るな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 、あやばいやばい。ハンネスさん何しやがるこの野郎。おう、なかなかこいつは強いね。あー、くるくるくる。よし、やっと解除。やっとだ、強えなこいつは。よし、もう大型やっちゃおう。雑魚は無視。よし、もうこれで終わりだ。オッケー、エルヴィンさんもなかなか強いね。皆の勇敢な働きに敬意を表する。我々の進撃は止まらない。あら、討伐数が何を覚えたん、エルヴィンさんは。カリスマ、あー、なるほどね。さて、一通り使ったからね、やっぱあとは強い人たちの強化で早めにあいつをクリアしたいところですな。もうすぐ大型アップデートもあるみたいだし。ははガセ寝た。
お、イベント、はあ、こんな日はお肉が食べたいですね。おいおい、芋の間違いじゃねえのか。だな、サシャといえば芋だろ。もちろんお芋は大好きですよ。ふかしてもよし、煮てもよし。ですが、肉の魔力には勝てません。シチューにステーキ、ソーセージ、燻製、メンチにカツレツ、調理法もよりどりみどり。この世で一番おいしい食べ物、それがお肉です。くそ、こいつの話を聞いてると腹が減ってくる。おいしいだけじゃありません。食べたお肉は私たちに力を与えてくれます。その力があれば巨人から領土を奪還できます。領土を奪還すればまた鳥やイノシシなどの獲物が増えます。そうすればさらにお肉が食べられる。素晴らしいじゃないですか。お肉で世界は回る、つながっているんです。なあ、サシャが何言ってんのか分かんねえんだが、それは俺がバカだからじゃねえよな。ああ、俺にも分からん。もう我慢できません。上官の食料庫からお肉を取ってきます。サシャ、おい待て、やめろ。パクリに行った、いいのか。お、イベント2連続。訓練兵として鍛えられている頃は何度もくじけそうになったけど、無事卒業できてよかった。女神クリスタだからいいが、そのセリフ、他の成績10番以内のやつが言えば嫌味に聞こえるぜ。そんな、そもそも私よりあなたの方が10番以内にふさわしかったのに。馬術はともかく立体機動術なんてあなたの方がずっと。私は他の連中と協力するのは性に合わないからな。単独で突っ走ってたのが減点されたんだろう。そう言うけど、私のことはよく助けてくれるじゃない。いつかの町への巨人襲撃を想定した訓練の時も、私たちの班は随分遅れを取っていたけど、終盤であなたが頑張ってくれたから。別にお前のためじゃねえよ。班の連中に恩を着せようと思ったんだ。あいつらには後でたっぷりと礼をさせてやったさ。もう私にはお礼も言わせてくれないんだから。でも今だって同じだよ。巨人と戦うのは怖いけど、あなたと一緒ならなんとかなりそう。はいはい、私はこれからも女神クリスタにお仕えしますよ。もうまたふざけて。でも頼りにしてるね。うん、オリジナルのやっぱりムービーが多いですな。原作にはなかった、いい感じです。追加 DLC とかも一回やってみたいな。お金かかるけどね。はい、それでは今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。